石巻地区広域行政事務組合の町内ネットワークが。コンピュータウイルスに感染し。身の代金を要求されていたことがわかりました。石巻地区広域行政事務組合は。石巻市、東松島市、女川町が共同で。ゴミの処理や介護認定などを行っている。一部事務組合です。組合によりますと。先月二十四日から二十五日にかけ。 町内のネットワークがコンピュータウイルスに感染し延べおよそ1430人分の個人データが暗号化され使用できなくなりましたこの中には介護認定の審査委員会や審査会委員やオーストラリアでの交流派遣事業に参加した中学生らの名前や住所、電話番号などが含まれているということですバックアップをしていなかったデータもあり 文書の作成などに支障が出ているということです。また、データを元の状態に戻して欲しければ、暗号資産のビットコインを購入しておくれという英語での指示がサーバーに届きました。組合では、見ロしの金は支払っておらず、データの流出も確認されていないということです。組合の理事長を務める斉藤正美石巻市長は、 深くお詫び申し上げますとコメントを出しています組合からの相談を受け警察が現在捜査中ということです